はい。次はアートボードとペーストボードの操作の学習です。今回は Mac を使っていきます。Creative Cloud d e s k t プ p a p p l i c a から XD を起動します。で、えー、今回はですね、じゃこの iPhone の、今表示されている iPhone のテンプレートを使います。サムネイルをクリックします。で、そうすると、ペーストボード、 この上にアートボードが乗っかっている状態ですね。このグレーの領域がペーストボードです。そしてアートボードが乗っかっていると。で、ちなみにこのアートボードの複製。アートボードを動かすのはもうすでにやりました。このアートボードの名前をドラッグするとアートボードが動きます。で、この時に Mac はオプション、Windows は Alt キーですね。 押しながらドラッグすると、えー、複製になります。こんな感じですね。で、えー、今3つ複製、2つ複製して今3つになりましたけれども、これの、まず移動ですね。移動っていうのはこのペーストボード全体を移動させる方法と、あと拡大表示、縮小表示ですね。で、このペーストボード全体を移動させる場合は、スペースバーです。 スペースバーを押しながらドラッグすると、これはアートボードを動かしているわけではなくて、ペーストボード、このグレーの領域ですね。ペーストボード全体を動かしているんですね。スペースバーを押しながらドラッグ。まず、このペーストボードの移動ですね。そして、えー、次は拡大表示、縮小表示。で、このツールのところに、この虫眼鏡のアイコン、ズームツール。 これクリックしますね。そして、クリックしていく、をあの、クリックするたびに拡大表示していくと。で、何拡大しているかというのは、この右上のところに表示されています。今300%拡大されています。じゃ、縮小表示の場合はどうするかというと、Mac はオプションキー、Windows は Alt キーですね。押しながらクリックすると、 え、縮小表示。ということですね。クリックすると、拡大、拡大表示。そして、オプションキー、もしくは、え、オルトキーを押しながら、クリックすると、縮小表示と。ただですね、これはあまりにも効率が良くないやり方ですよね。カチ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 こう押さないといけないので。で、えー、いくつか、 他の方法、手段があります。ただ、あの、ハードウェアにちょっと依存するので、できたりできなかったりするんですけれども、まずトラックパッドがあるパソコンだったらば、まあ、ノートパソコンは大体ついてあると思うんですけれども、トラックパッドでピンチインアウト。これで、もう拡大縮小ですね。拡大表示、縮小表示。そして、えー、2本指で、このペーストボード。これをスペースバーでドラッグするのと同じですね。 トラックパッド上で2本指で動かすとペーストボードを動かせます。そしてピンチインアウトで拡大縮小。これはもうとても簡単ですし直感的で速いということなんですけれども、まあトラックパッドの精度がね、あまり良くないパソコンだと逆にイライラするので使わない方がいいと思いますけれども、でもう一つはですね、マウスにホイールがついているマス、マウスを使っている方はですね、 Mac の場合はオプション。そして Windows の場合はオルトキー。を押しながら、マウスのホイールを回します。そうすると拡大縮小表示になります。まあこれも簡単ですよね。マウスを使われている方で、このホイールが付いていればですね、オプションキー、もしくはオルトキーを押しながら、ホイールを回せばですね、拡大縮小になります。 ですから、まあ、パソコンによってですね、あの、できたりできなかったりするので、まあ、あの、自分のパソコンに合わせて、操作方法を選択してほしいと思います。で、次はですね、あの、ショートカットキー例えば、今、あの、小さく縮小表示の状態になってますね。右上を見ると今、今、18%の表示になっています。で、これを全体表示したい場合、つまりこの3つの アートボードを画面いっぱいに表示したい場合は、えー、Mac はコマンドキー。で、Windows はコントロールキーですね。押しながら、えー、数字の0。数字の0。コマンド0、コントロール0で全体表示になります。もう一回やります。コマンド0、コントロール0。数字の0ですね。これが、 全体表示っていうことですね。で、100%表示にしたい場合ですね。その場合は、数字の1になります。ですから、コマンド1。Windows はコントロール1ですね。数字の1。ちょっとずれましたけども。で、200%、2倍のサイズにしたい場合は、数字の2です。コマンド2、コントロール2ですね。 ということですね。そして、えー、ある、えー、この部分だけを拡大したいっていう場合ですね。で、これは、えー、二つ方法がありますけれども、ちょっと、真っ白では分かりづらいんで、楕円を一つ書きます。で、えー、ちょっと縮小しときましょう。で、えー、動かしときましょう。こんな感じにしておきます。 で、まずですね、このアートボードの、今ここに楕円が一つありますね。ここを編集したいというときに、ここ拡大したいわけですから、このズームツール、これをですね、使ってドラッグします。ここを拡大というふうにドラッグします。そうすると、編集したい部分が画面いっぱいになりますよね。 で、もう一つはですね、アートボードがたくさんあって、ちょっと複製します。複製は、このアートボードの名前をオプションキーもしくはオルトキーを押しながらドラッグすると複製と。まあ、アートボードがたくさんあって、えー、でも編集したいのはここだと。そうするとここだけ拡大したいっていうことですよね。 そしたらですね、このアートボードをこう選択するわけですね。そして、えー、コマンドキーを押しながら数字の3、コントロールキーをし押しながら数字の3。あの数字の3は300%ではなくて、選択した、このアートボード、今アートボードを選択してますけれども、それを全体表示するという機能になります。コマンド3、コントロール3、こうですね。 選択したアー,トボードアートボードを全体表示したい場合は、コマンド3、コントロール3です。で、全体表示。今まあ、たくさんアートボードを並びましたので、ちょっと小さくなりますけれども、数字の3ですよね。数字の0ですよね。コマンド0、コントロール0。これ全体表示ですね。数字の0です。コマンド0、コントロール0ですね。ということで、 えー、まあ、拡大表示、縮小表示、そして、えー、ペーストボードを動かす。で、えー、コマンドゼロ、コントロールゼロで全体表示。コマンドゼロ、コントロールゼロで全体表示。そして、今、ここが選択状態。選択状態になってますよね。で、選択状態になっているアートボードを、 全体表示したい場合は、数字の3ですね。コマンド 3, コントロール3ということですね。で、この楕円、赤い楕円を今選択しました。この状態で、コマンド 3, コントロール3にすると、選択したオブジェクトが全体表示になります。ということで、 まあこれはね、もう本当に頻繁に使う操作なので、えー、もう本当に意識せずに体が勝手に動くような状態になると思いますけれども、できる限り無駄のないですね。ですからこのズームツールを使って、えー、まあカチカチこうやるのはできるだけ使わないようにして、まあただパソコンのそのねトラックパッドの精度が悪くて、えー、しかも マウスにホイールが付いてないっていう場合はもうしょうがないんですけれども。まあマウスを買った方がいいですかね。あのホイール付きの。もうこれ今マウスを、ホイールを動かしてるんですね。もう全然違いますからね。あの作業の効率が。で、スペースバー。トラックパートがあればトラックパートで2本指。まあとにかく、 えー、スピードっていうのは重要なので、コンテンツ、スピードを伴ったコンテンツ制作,制作というのがプロタイピングでは重要になるので、まあ、ぜひね、ここのところは、えー、早い段階でですね、あのー、身につけてほしいなと思います。